大丈夫そうだね。よいしょ。で、ちなみにいい位置落とせましたね。今日まっすぐ狙っていくっていうところを意識して打っていきますので、で次ちょっとブラインドで見えないんですけど、あの木の上ら辺に一旦残り270ヤード、7番アイアンで170ヤードぐらい刻もうと思います。で、3打目勝負に持っていきます。ちょっと曲がったけど、うん、これラフですね。じゃあ残り127ヤード、いい球落としましたね。ちょっとドローがつま先上がりなので出やすいかなというところだけ意識して、50度目って打ってきます。お、いいんじゃないか、うん、ちょっとドローかからないけど、ナイスオン、ギリギリ乗ってるといいですね。よっしゃ。じゃあ残り13本の距離ですね。ギリギリ乗りましたね。最初ちょっとスライスして、最後ドッグするようなラインだと思うんで、まずやってみます。うん、でもナイスタッチ、ありがとうございます。で次538ヤードのパー5ですね。パー52連続で右ロックレックしてるので、ひとまず今カートのある位置めがけて、ドライバーズ飛びすぎるので3ウッドでコントロールして打っていきます。ナイスショー。いきなりじゃないですか、ちょっとフェードかかって、うん、うん、いいとこ。で、1打目いい位置まで来ましたね。ちょっとショートカットじゃないですけど、内側、ロックレッグの内側攻められたので、残り210ヤードぐらいです。で、左側 OB とあとバンカーあるので、グリーンの危ないなというところで、あのブロッコリーのみたいなところのちょっと左狙って安全に、まあ、ワンチャンス乗ってくれればいいなという思いで、5番ウッドでつま先左足下がってるので短く持ってコントロールして打っていきます。うん、安全にいったね。うん、お、待って、バンカー入ったかな。入っちゃったかな。いや、ちょっとバンカー入っちゃいましたね。手前の顎もちょっとあるので、58度ウェッジを少し開いてグリーンのエッジ狙うようなイメージで打っていきます。ボールをお腹の前で軽く開いて、うまい、うまい、完璧、いい感じですね。ナイスショー、ありがとうございます。じゃあほぼまっすぐのバーディーパットですね。いきます。ナイスバーディー、ありがとうございます。じゃあ次3ホール目ですね、339の短いパー4ですね。これも少し右ドッグレッグしてるので、ドライバーで狙うというよりは、今の黄色の旗と今見えてるカートニックの間ら辺を、真ん中を5ウッドで安全に狙っていこうと思います。で、残り100ヤードぐらい残して、ウェッジで確実に取っていこうと思います。ショー、うん、いやー、狙い通り、まっすぐ出たね。うん、狙い通りですね。行きましょう。じゃあ残り80ヤードのところまで落としましたね。で、ちょっと打ち上げで、ここのライはすごくいいので、58度ウェッジを短く持って、ピンの奥はこぼれちゃうので、ピンの少し手前に狙うイメージで打っていこうと思います。ここをまっすぐ直接、足はそんな開かないでコントロール気味に。これうまいな。どうだろう、どうだろう。ナイスオン、ありがとうございます。いい感じで、ちょっとスライスラインな気がするので、カップの左引きからになります。まあ、ここ安全にパー狙っていきます。
ナイスパー。ありがとうございます。いきましょう。